ケーキポップはロリポップのスタイルを取ったケーキの一種。作り方はケーキのくずをアイシングやチョコレートと混ぜ、ケーキボールと同じ方法で小さな球体もしくは立方体に形作った後、アイシング、チョコレートなどの飾り付けを施し、ロリポップの棒に取り付ける。残ったケーキやケーキのくずを使い切る方法である。ケーキポップは2009年から2011年の間に、 人気を増した。ベイクレラによるケーキポップという本がニューヨークタイムズのベストセラーリストに掲載された。メディアを再生する、溶かしたチョコレートをコーティングして、ケーキポップを作るビデオでもケーキポップは伝統的なケーキを焼く際に使われる多くの材料を用い、どんな味のケーキからも作ることができる。オンラインで見つけることができる多くのレシピでは、 ケーキのバッターを一から作る代わりにケーキミックスを使っている。便利であるが必ずしも同じ結果が得られるとは限らない。一から作られたケーキのレシピは店で購入したミックスよりも密度が高いことの多いケーキとなり特に自家製のフロスティングと混合した後のパフォーマンスが向上する。密度の高いケーキは硬くボールの形にしたり棒に取り付けたりしやすい。 店で購入したミックスは、それほど、うまらない軽いケーキとなり、棒に取り付けた後滑り落ちがちである。一度ケーキを焼いた後、もしくはすでにあるケーキの残りを集めると、バラバラに砕けてしまう。これらのクズは、フロスティングのボールに混ぜられ、この結果得られる、混合物は、ボール、立方体などの形に形成される。それぞれのボールが溶かしたチョコレートに浸したロリポップの、 棒につけられ、冷蔵庫で冷やされる。混合物が固まったら、溶かしたチョコレートに浸して、固い殻を作り、スプリンクルもしくは装飾用の砂糖で飾り付けられる。固める過程を早めるためにケーキボールを凍らせることができる。ケーキポップを作るほとんどの時間は、ケーキを望ましい形に成形して飾り付けることに費やされる。玉などの単純な形状は、手で作ることができるが、 複雑な形状には工具が必要である。シリコン成形パンやクッキーカッターはケーキポップの成形に使われる一般的な道具である。ありがとうございます。